のぼってブロックヒルズ。はい。一度もダメージを受けずにクリアとかがなければ、あの飛行のゲームでステージクリアにしてたら可愛いね。ワドルディの方が買う側っぽそうなのに、ガルルピーに買われてたら面白そう。トルネードトレジャー、飛んで越えろトゲトゲロード、30秒、サクッと終わるミニゲームだな。頑張ろう。よっしゃー、できたー。チャクラムカッタートレジャー、星にくるっと戻ってスイッチオン。難しそうだな。てか上の難易度はあれなんだね。上の難易度よ。よっしゃー、達成でしょこれは確か。よっしゃー、55秒ありがとうございます。目標タイム達成。じゃあ次のマップ、ここだね。町、新しく手に入れた設計図を届けに町に戻ってみようよ。後でね。エバーブルグ海岸が終わったら戻ろうね。地下水道に流されて頑張っていくぞ。あ、結構下向きにマップがある。こんにちは。あ、なんかキラキラしてる。しっかり取りこぼさずに行こう。なんか落ちてったぞ、あの壁。まあ、いっか。お、あそこもキラキラしてる。危ない。まだ落ちたかない。トルネード、ちょっと操作が難しいな。あ、はいはい、あそこに乗れってことね、了解。あとこれも壊せがあるんだろう、かわいそうに。え、なかった、やった。には何かある？特に何もないな。了解です。お、いいねいいね。下向きにやったらあまり流されずに進めるから、これでしっかり気をつけながら進んでいこうと思ったけど、思いっきりいっていいな。ちょっと左右の隠し要素だけ気をつけていこう。うまくないか。天才的なうまさだったな今回。まだ隠し要素が一個も見つかってない。あれか、近寄らないと光らない系が怖いな。何これは、お魚の缶詰。お、缶詰を3個食べる。了解しました。缶詰、サバの味噌煮缶が美味しくて好きなんですよね。普通の、なんだろう、水煮っていうのかな。水煮の缶詰も好きだけど、やっぱサバの味噌煮が一番。結構お魚の缶詰いろんな種類がありますよ。危ない。あ、これで終わり。この水はどこに行ってるの。下に、うおー、なになに、イカ、イカだけ違った、次が来た。てめえ、なんてことを。トルネードが消えちゃったじゃん。急ぎんちゃう。あれ、当たらない。高さが違う、この高さ。よし、うわ、今度はいっぱいカメとかいろいろ来た。自滅するタイプのモンスターを中央線に出すのよくないんじゃないか。うわ、プクプクじゃん、やってることが。マリオのところに行っておいでよ。もう最後に自傷ダメージで終わるの恥ずかしい。全然かっこよくない。お、設計図。何の設計図？ボムの能力を進化できるチェインボムの設計図。よし、楽しみだな。何その技、そんなかっこいいの使ってくるの。ずる。僕も使いたいんだけど。そのアイスピラーみたいな、めっちゃかっこいいじゃん。進化したら使えるようになるのかな。
めっちゃかっこいいじゃん。あの手のさ、弾をいっぱい並べてから敵に向けて発射する系のやつ、めっちゃかっこよくて好きなんですよね。どの攻撃でもいいけどさ、多分あれだよね、エルデンリングかなんか、私プレイ動画見てるだけなんですけど、エルデンリングにもなんかそんな感じの魔法があった気がする。あれ、よいしょ、ここカプセルが隠れてる。あー、そうか、氷の方が強いんだ、風より。言ったらしいな。じゃあ倒せないから後回しにしようと思ったけど、隠し要素があったら嫌だからしっかり倒していこう。特に何もなかった。じゃあいいわ、トルネードにしたい。おお、びっくりした、こんなところが開いたの。またミニゲームかな。ミニゲームだな。あ、輪っかホーバリーだっけ。そうだね、輪っかホーバリー。じゃあこれで先に進んでいこう。あ、覚えておかなきゃいけなかったの。右、左、右、真ん中、左、右、了解です。右、左、真ん中、了解です。特攻ターボ、左、コインとか後で拾えばいいわ。真ん中行って、この憎たらしいワニどもをぶっ倒し、回収。よかった、ちゃんと2人目だ。じゃあちょっと戻ってみよう。ここのコインスター拾うくらいか。よし、行きましょう。はい、じゃあ先に進みまーす。隠し要素見落としてないよね。まだ缶詰を見つけるくらいの隠し要素しか見つけないけど。あ、これなんかやらなきゃいけないな。どうやってやるんだろう。敵キャラを凍らせるのかな。あ、違うわ、これ頬張って向こうに持っていくだけでいいんだ。これで先出すでしょ。これで踏んだ状態で先進めるからね。もう氷ばっかりいるから雪でしよう。アイスになろう。デカブーがいるね。あ、横向きのはしごとかもあるんだ、初めて見たね。え、何あの金の魚。お、やったね、隠しミッション達成だ。金の魚を見つける、見つけれてよかった。これどうやって向こう行きゃいいんだ。無理じゃね。ほら沈んじゃうじゃん。もしかして下に道ある。ないな。え、どうやりゃいいんだろう、これ。吐き出して、あそこのボタン押したら変わるかな。この爆弾のアザラシさん。やばいやばい、しるしる、しるしる、あ、やばいやばい。よし、倒した。おー、陸地上がってきた。こう通ればよかったんだ。2箇所あるな、目的地が。とりあえずここから吐き出して、あ、氷持っててよ、ま、よかったな。今燃えてるのやっと気づいたわ。よっしゃ、缶詰ラッキー。あと1個頬張りまして。危ねえ危ねえ危ねえ、これ踏みながらでいいんだね。吐き出す。なんか向こうにも扉あるじゃん、あれはどうすりゃいいんだ。あ、いや、どうすればいいんだ、これは。よし、3人目。ちゃんと人数合ってるな。あ、奥にまだいるじゃん。これはどうやって。あ、あれを持ってきるのか。了解です。いてて。ここの奥にいるやつを持ってくればいいんだね。湧いてたのが見えたからな、しっかり倒しておかないと。これで奥のも助けれると。
やっほー。逆に、この、あれだよね。檻の開け方わかんなくてさ、2個手前に配置されてるワドルディ助けたのに、奥に配置されてるワドルディ助けなかったら、奥に配置されてるワドルディめちゃくちゃ悲しいだろうな。なんでってなっちゃうと思う。死にそうだからやめてください。回復アイテム欲しいな。まだピピピピ言われてるわ。用意してくれてるから使った方がいいんだろうな。多分このこれで回収した方がいいってことでしょ。危ない危ない、やだやだ、死にたくない死にたくない。お、やったね。なになに。あ、はいはい。こっち側なんかないの、追加で。特に何もないの。了解です。ここも横は何もない。うわ、待って、缶詰がある。気をつけていきたい。ここは危なかった。あ、これで取れればいいか。ここに乗って、取れなかった、取れなかった上に足場がなくなっちゃった。でも回復したからよし。缶詰がこっち来ない。ちょっと無理に取り、いけなかった、危ね。よし、回収完了。あとはこれを拾って。怖いなここ。よし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 、抜けた。よし、倒したね。まだあるじゃん。いてて、さよなら。あ、待て待て待て、カッターがなくなっちゃった。ちょっときついぞこれは。よしよし、あそこが壊れたな。これどうやって向こう行けだろう。ジャンプで届くかな。ダメだ、届かない。一回戻ろう。これか。いて、はいはい、足場ができた。よし、5人目も助けたぞ。ここ行って、これで終わり？あとは奥に進めばいいのかな？帰り道かも。おー、楽しい。こういうプールあるよね。あの、プールの、パイプ型の、滑り台。子供の頃、5歳くらいの頃かな、乗ったんだけど、怖くて、途中で、パイプの真ん中で固まっちゃって、踏ん張って止まっちゃって、すごい迷惑をかけた思い出があります。イエーイ、ステージクリア。あ、またなんか一個達成できてねえじゃん。何を達成できてないの？貯水池のバトルで水に落ちない。はぁ？そんな難しいこと要求されるの？頑張ろう。お、トータロス。コンクリートを身につけているトータロス。頭も硬いし噛みつきも痛い手強いやつ。だけどボディは結構ナイーブらしく、うまく背中に乗ってから頬張り変形でコンクリートの甲羅ごとアタックしちゃおう。はーい。ニードル、触ると痛いトゲトゲでゴロゴロ転がり敵を刺す。腰や敵たち刺しては巻き込み、バーンと放ってぶつけろ。ここ11匹もいたんだ。おー、10匹だとこんな感じなんだ。あ、助けたからね、ピクミンみたいに開けてくれるんだ。ありがとうございます。恐怖のトロピカル。あ、ウィスピーウッズみたいなシルエットが見えるぞ。マドルディたちの力で道を塞ぐゲゲトが開かれました。縄張りを守るオセイトボーン。そういえば一面ボスなのにウィスピーウッズじゃなかったんだね、あのゴリラが。じゃあ地下水道を流されて最後に一個行ってきまーす。ここだね、やるぞ。向こうから登ってきてくれるな、なら楽だ。
落ちてない落ちてない、大丈夫。どこが安全地帯、ここ。いっ、あぶね、落ちてない落ちてない、大丈夫大丈夫。爆弾もできてよかった。ここだ。怖い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 。あと一人。よし。よっしゃー、貯水池のバトルで池に水に落ちない達成。はい、ゴールー。よし、ステージクリア。お、捕らわれたワドルディ。ビースト軍団に無理やりさらわれたワドルディ。次々と捕らえられ、困った顔で誰かに助けてもらうのを待っている。そう、今もワニャーワニャー、カッコ出して出してと、どこからか助けを求める声がしませんか。まあ、聞こえたら助けてますよ。聞こえなかったら助けられないけど。はい、ワドルディコンプリート、ありがとうございます。じゃあボスに行く前にここの隠し、ボルケーノファイアートレジャー、灯してランタンスイッチ。あ、また目標時間見てなかったよ。こっち行って、痛いっす。忙しいんだ、後回しにしてください。痛いっす、もうさっきから痛い痛い痛い。あ、もう邪魔だなあいつ。焦りすぎて全然無理。目的地そっち？めっちゃあるやん。あー、もう角度がむずい。あと1個？何秒足りなかったんだろう。こいつら憎たらしいね。あ、でも14秒なら結構余裕じゃん。次でいけるぞ。これ間に合ったんちゃうか。よっしゃー、久々にやり直し1回で終わった。よかったー。じゃあ次行きましょう。